This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷店バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。セター首相は年末にインドを訪問する予定です。ダナンで ASEAN 情報大臣会議が開催されました。長らく閉鎖されていたクラダン島が10月に再オープンします。ガパオ炒めが世界一の炒め物に選ばれました。それではまず、はじめのニュースです。セター首相は年末にインドを訪問する予定です。セター首相は年末にインドを訪れて、モディ首相とインド人観光客をタイに誘致する方策などについて意見を交わす予定です。セター首相によりますと、タイ政府は先に中国とカザフスタンの国民を対象に、タイ入国ビザの免除を決めており、これら2カ国からの訪台者増加が期待されているものの、インドに関してはビザ申請手続きに絡む問題がまだ解決されておらず、ビザ免除には至っていません。インドとタイを結ぶ航空便がまだ限られており、タイ国際航空が増便についてインド当局と交渉する予定です。これらの件についてセター首相は、年末までにインドを訪れて政府首脳と話し合いたいと考えていると述べています。またセター首相は10月初めに中国を訪問する予定を明らかにしています。中国を10月8日から10日にかけて訪問し、中国の政府首脳と二国間関係のさらなる強化などについて意見を交わす予定だと述べています。これは中国からタイへのパンダ商用のがどうするのかとの記者の質問に答えたものです。セター首相は中国との関係の強化など重要な10項目について中国側と話し合う予定で、チャイ政府報道官によりますと、中国人観光客のタイへの誘致も話し合いで取り上げられる見通しです。次のニュースです。ダナンで ASEAN 情報大臣会議が開催されました。9月ベトナムの中部ダナン市で第16回 ASEAN 情報大臣会議と第20回 ASEAN 情報高級実務者会議が開催され、様々な課題について議論されました。タイのスルッタイ広報局副局長は、第20回 ASEAN 情報高級実務者会議にタイ首相府事務次官の代理として出席し、議長をベトナムへと引き継ぎました。ASEAN 情報高級実務者会議の議長国を2年間務めたタイは、議長国としての活動が開始された時、コロナパンデミックによる厳しい状況に直面しました。ASEAN の人々が一日も早く通常通りの生活を取り戻すことを願っていると述べ、ベトナムへとその職務を引き継ぎました。スルッタイ副局長によりますと、タイは議長国にあった最中、コロナやその他の課題による厳しい状況を緩和するため、デジタル共同体と万人のためのアクセシビリティというテーマを強化し、これに努めてきました。厳しい状況はメディアと情報部門とを結びつけ、特に ASEAN 情報高級実務者会議の作業部会は、メディアとデジタルリテラシーの強化、フェイクニュースへの対策、パンデミック克服における
弱者の格差是正に積極的な役割を果たしたと強調しました。タイからベトナムへ議長国を引き継ぎにあたり、スルッタイ副局長は、ASEAN 情報大臣会議は、ASEAN のデジタル時代への対応、メディアと情報リテラシーの向上を推進するため、緊密な協力を続けていくだろうと述べています。次のニュースです。長らく閉鎖されていたクラダン島が10月に再オープンします。トラン県のハットチャオマイ国立公園内に位置する全長2キロの楽園、クラダン島は、きめ細かい白い砂と透き通った海、そして生き生きとした海洋生物が自慢です。雨季の4ヶ月にわたる閉鎖中、島は自然の美しさを取り戻し、静けさを求める旅行者を迎える準備を整えました。手つかずの自然が残るクラダン島は、その名にふさわしく、紺碧の海は海水浴やウォータースポーツに最適な場所で、豊かなサンゴ礁や熱帯魚を楽しむことができます。閉鎖期間中、島の生態系を守るため、保護活動が優先されてきました。10月1日に島開きが行われ、シュノーケリング、ダイビング、カヤック、リラクゼーションなど、様々なアクティビティを楽しむことができます。宿泊施設は、幅広い予算に対応し、バラエティに富んでいます。島の再開に伴い、世界中の旅行者が再び自然の美しさと魅力に浸ることができるようになります。自然愛好家やビーチ愛好家にとって最高の旅の目的地として人気の島となっています。次のニュースです。ガパオ炒めが世界一の炒め物に選ばれました。テイストアトラスは、タイで人気の屋台料理、ガパオ炒めが、5点満点中、4.8 ポイントという、驚異的なスコアを獲得し、2023年、世界のベストな炒め物ランキングの首位を獲得したことを明らかにしました。世界的に有名な料理ランキングサイト、テイストアトラスによりますと、タイのもう一つの人気メニュー、パッタイ焼きそばは、4.4 ポイントを獲得し、8位にランクインしています。韓国のダッカルビは 4.7 ポイントという素晴らしいスコアで2位にランクインしました。トップ50にランクインしたその他のタイ料理は 4.3 ポイントを獲得した醤油炒めパッシーユ、4.2 ポイントを獲得したドライカレークアクリーン、3.7 ポイントを獲得した鶏肉のカシューナッツ炒めとなっています。テイストアトラスは世界中の料理専門家によるレシピと料理レビューを掲載しており、ガパオ炒めの優れた特徴を称賛しています。テイストアトラスは、ガパオ炒めは肉や魚介類のひき肉にホーリーバジル、エシャロット、ニンニク、唐辛子を加え、醤油、砂糖、ナンプラーでさらに味を引き締めるのが特徴だと説明しています。ガパオ炒めは通常、ご飯の上に乗せ、枝豆焼き、ナンプラーと共に提供され、その味と食感の融合が地元の人々だけではなく、外国人観光客を魅了しています。近年、日本でも人気のメニューとなっています。ここでラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランド日本放送は、今年10月1日から12月31日まで放送一時お休みさせていただきます。日本放送の再開は2024年1月1日からを予定しています。新たな放送のスケジュールはラジオタイランドの Facebook でお知らせいたします。またこれまでの放送のアーカイブの一部がラジオタイランドの YouTube チャンネルで再放送されていますので、こちらもご利用ください。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。セター首相は年末にインドを訪問する予定です。ダナンで ASEAN 情報大臣会議が開催されました。長らく閉鎖されていたクラダン島が10月に再オープンします。ガパオ炒めが世界一の炒め物に選ばれました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
plane đâm sân bay mà thuyền thì lạnh đêm mấy chỗ sức khi Tha mà chui tâm cầm rõ Vòng tay này thương thầm nó Dùng cả plane mi Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.